あなたの願いは何ですか？精霊の幸せ、そんなものはない。さりげなく聞かないとダメだぞ。ふむふむ、まあそういうことにしといてあげよう。できる女は新米サンタに寛容なのである。そうだな、差し当たって今はちょっと気の利いたデザートが食べたいとかかな。ショートケーキかチーズケーキかチョコレートケーキかモンブランあたり。お兄ちゃんがクリスマスの話なんてするからお腹がケーキモードになっちゃったんだぞ。でもそれだと願い事って感じじゃないか。じゃあ精霊のみんなが平和に暮らせますようにとかかな。そのリアクション、私なんか変なこと言った？なお、まともなことを言ったのが変だったという旨の発言をした場合、お兄ちゃんの顔面が変な感じに歪むことになります。え？ああ、そっかそっか。じゃあその願いはお兄ちゃんに任せよう。私はそうだな、お兄ちゃんともっと遊びたいとかで。本当？じゃあ願い事追加しなくちゃ。お兄ちゃんが 100m の崖から転落しても死にませんように。
おかしい。自分が目覚めるなんて、おかしくておかしくてたまらない。本当に世界というのはままならないものだ。この身は未だ拘束されたままだけど、目覚め、喋り、笑え、何より気分がいい。始めるには十分だ。ならば幕を開けよう。涙の止まらぬ悲劇の幕を、笑いの止まらぬ喜劇の幕を。さてさて、これよりご覧いただきますは、絶世可憐なる少女たちの共演。願いは常に美しけれど、その思いがいかな結果に結びつくのかは誰にも知れません。希望あふれる少女たちの行く手に広がるは楽土か、はたまた地の獄か。お相手つかまつりますは、私蓮。どうか皆々様に享楽と喜悦のひとときがありますよ。シド、おはようだ。朝遅い場合は遅ようか。おう、そうか。では改めておはようだ。しかし本当にギリギリだったな。何かあったのか。仕方ない、昨日は激しかったから。折り紙と何かしていたのか、シド。嘘ではない。確かに昨日の夜、就寝中のシドの心拍数は通常より激しかった。何らかの夢を見ていたと考えられる。高確率で私の。シドをドキドキさせちゃったって。なんと、指導の夢の中に折り紙が出てきたのか。うらやましいぞ。私も出たいのだが、どうすればいいだろうか。起きている時に強烈に自分を印象づけるのがコツ。特に眠る直前にサブリミナルしておくのが効果的。急に。ふむ、そうだな。指導の夢に出てみたいというのもあるが、一番は毎日おいしいものが食べたいだろうか。指導のお嫁さんになりたい。
うのもありなのか？ならば私もお嫁さんだ。では奥さん、それでもダメなら伴侶でも妻君でも妻でも妻幼児でもいい。それはそれで。ふむ、もうそんな時間か。おや、はじめましてと思ったけれど、どこかで会ったことがあったかな。そう、自分はレン、あなたはシドウか。うん、いや、自分もなんだか聞き覚えがある気がしてね。もしかしたら本当にどこかで会ったことがあるのかもしれないな。それより神社に来たということは願い事でもあるのかい？さては恋の悩みかな。なんとなく女難の層が出ている気がしてね。人は面相のみにあらずだよ。あなたという人間を感じるための要素はいくつもある。ああ、ま、女難の層が出ているというのは冗談だけれどね。すまないね。自分は昨日もここにいて、あなたがみんなを幸せにしたいと言ったのを聞いていただけだよ。なぜだい？他人の幸せを願えるなんて素晴らしいことじゃないか。心配ないさ。願いは叶うものだから、心から願えば必ず叶う。自分はそう信じているよ。話し込みすぎたかな。それでは自分はこれで失礼するよ。機会があったらまた会おう。
ストレスが軽減されそうな鳴き声。踏んでほしそうに見えたのは勘違いじゃなかったみたいね。え、まさか本当に踏んでほしかったの？それはちょっと困るっていうか。確認？何を一体？あのね、シドウ、ラタトスクのことを何か勘違いしてないかしら？気になる子の情報を教えてくれって、恋愛シミュレーションの便利な友人でもあるまいし。なんだそういうこと？それを先に言いなさいよ。てっきりシドウがストーカー化しちゃったかと思って焦ったわ。意味信用してるのよ。それよりその子の特徴は？なぜか名前を知っていたか。確かに気になるわね。でも今のところラタトスクでは新しい霊波は観測されていないわ。それはまだ何とも言えないわね。静粛限界の上、霊力を隠せる力を持っている可能性もあるし、そもそもこちらの想像を超えた天使を持っている可能性もある。精霊が持つ権能は千差万別、前例が役に立つとは限らないのよ。固定観念に縛られていたら裏をかかれるわ。とにかく念の入れすぎってことはないし、一応こっちでも調べてみるわ。もしまた何かあったら教えてちょうだい。何よ。ふん。さてさて、夢かうつつか幻か。訪れたるは己と引き換えに全てが叶う自由な世界。さあさあ、叶えたい願いを持った本日のお客様は。おお、お目覚めになられましたか。本日のお客様、五日指導様。自分はレン、このうつろな世界の住人にして夢の請負人、希望の導き手にして哀れな道化。ほうほう、それが指導様の一つ目の願いでございますか。自分としては構いませんが、なんとも欲のないお方だ。冗談だよ、それくらいはサービスしておこう。先に出会ってしまった手前、どうも間の抜けた印象になってしまうのは確かだしね。それに心の底からの強い願いでなければ叶える意味もない。まあ順を追って説明するよ。あなたも知っての通り、自分の名はレン、願いを叶える精霊だ。そう、どんな希望も願望もあなたが願えば立ちどころに叶えてみせる。それが自分の能力だ。ただし3つだけね。ああ、裏を返せば3つまでならあなたはあらゆる欲望を満たすことができる。使い切れない富の山も
永遠に老いぬ体も理想通りの美女も全ては思うままだ。まああなたの場合美女は間に合っているかもしれないけれどね。それはもちろん、あなた様の願いを叶えることこそが自分の心からの喜びであるからにございます。そう疑わしい目で見ないでおくれ。うさんくさいのは自分でもわかっているんだ。ただまあ自分はそういう風にできている、これだけは本当のことだよ。人が二足で歩くように、魚が水を泳ぐように、鳥が羽ばたき空を行くように、当たり前の機能として誰かの願いを叶えずにはいられない。自分はそういう精霊なんだ。それはそれは素晴らしい。もちろんそれがあなたの願いであれば。おや、どうかしたかな。おうほう、それは残念でございました。あなた様さえ望むなら、不詳この蓮、この肉体、心までも差し出す準備はできておりますのに。それはすまないね。別に冗談を言ったつもりはないのだが、気に障ったなら謝るよ。それで話を戻すが、あなたは一体何を願うのかな。どんな私欲だろうと、どんな正義だろうと、どんな悪逆だろうと、全ては等しく尊い願い。自分は決して差別しない。全て叶えて差し上げましょう。なるほどなるほど、それが一つ目の願い。冗談だ、そんな古典的なことはしないさ。いいだろう、あなたは特別だ。明日もう一度訪ねるとしよう。どうかそれまでに素晴らしい願いを考えておいてくれたまえ。では失礼。あなたの願い楽しみにしているよ。早いね。チェ、今日は対お兄ちゃん抑傷兵器を用意してたのに。わかった、ちょっと待ってて。待たせたわね。で、相談って？
まるでランプの魔人ね。夢の中での話とはいえ、相手が精霊かもしれない以上、油断は禁物よ。ただの夢ならそれでよし、備えておいて損はないわ。そうね、相手の力の全容が知れない以上何とも言えないけど、単なるブラフでないとすれば考えられる可能性は3つ。1つは本当にあらゆる願いを叶えられる精霊であるパターン。もう1つは叶えられる願いに制限があり、こちらを誘導して実現可能な範囲の願いのみを叶えるパターン。指導に願いが叶っていると思い込ませるパターンね。ええ、願いが叶っているかどうかを判別するのは願った本人でしょ。なら指導の認識をいじるなりなんなりすれば、願いが叶っているように思い込ませることができる。出てきたのが夢の中っていうのもうさんくさいわね。夢の中なら願いを叶え放題、本人が永遠に目覚めさえしなければなんて、三文小説のあらすじにありそうじゃない。もし仮に本当にレンに願いを叶える力があったとしても、私だったら何も願おうとは思わないわね。リターンにはリスクがつきものよ。願いが何でも叶うだなんて、一体どんな代償があるかわからないわ。それに人の願いを叶えてレンには何の得があるの。少なくとも私ならそう答えるわね。ただそれはあくまで私の場合、こちらの目的が霊力の封印である以上、指導にはレンを出れさせてもらわなくならないわ。願いなんてないって言った瞬間、レンはあなたの前から姿を消してしまうかもしれない。精霊とのコンタクトの機会が失われるのは致命的よ。それに願い事を言うまで目覚めさせないぞって状況に追い込まれたら、何か願わざるを得ないかもしれない。何か考えておくに越したことはないわ。難しいところね。あまりに大それた願いだとリスクが高すぎるし、小さすぎる願いだとそもそも願う意味が薄い。一つ確かなのは、相手を出れさせなきゃいけない以上、あまり変な願い事はするなってことくらいかしら。それは妹と一緒にお風呂に入りたいとか。別に、ちょっと肩を温めたくなっただけよ。まあ願いについてはこっちでも考えておくわ。レンが願いを要求してくるのは夢の中なんでしょ。今日の夜眠る前にまた相談しましょう。おや、呼んだかな。どうしてとはご挨拶だね。この前もここで会ったじゃないか。それにあなたから言い出したのだろう、願い事を明日まで待ってくれと。さあ約束の日だ。
自分にあなたの願いを聞かせておくれ。どんな願いでも三つ叶えてみせよう。誰もそんなことは言っていないよ。それとも今日の夜でなければ困る理由でもあるのかな。自分は誰かと相談したものではなく、あなたの願いを聞きたいのだけれどね。願いなどないというのならそれでもいいさ。あなたはきっと幸福な人なのだろう。ならば自分はここから去るだけだ。ほうほう、それは素晴らしい。では聞かせておくれ。あなたの願いを、希望と欲望に彩られたあなたの願望を。は？どういう意味かな、それは。まさか。そんなことはたやすいよ。そういう意味ではなく、一体何のためにそんなことを願うのかと聞いているんだ。不可解だね。実に不可解だ。何でも願いが叶うのだよ。富も名声も永遠の命ですら思いのままだ。そんな機会になぜそんな願いを。ん？なんともまあどしがたい。自分には理解できないよ。せっかくの願いをそんなことのために使ってしまうなんて。あなたの人生が少し心配になってしまうよ。いいだろう。自分の言葉に嘘はない。願いは願いに変わりない。あなたのその願望、この蓮が聞き届けよう。ただ叶えられるのはあなたが願ったことだけだ。その結果、自分があなたの期待するような反応を示すとは限らない。それは理解しているね。なるほど、覚悟はできているようだ。ならば自分は何も言うまい。あなたの願いを叶えよう。ああ、じきにわかるさ。ごめんなさい。急な呼び出しだったから、勝負下着を選ぶのに時間がかかってしまった。
そう、一体どうしたの？紹介したい人？やあ、どうも。はじめまして、ということになるのかな？なんと、新しい精霊か？私は八神トウカだ。トウカと呼んでくれ。好きなものはきなこパンだ。飛び位置折り紙、よろしく。好きなものは白。好きな食べ物は白。何も問題はない。ある意味正解。自分はレンだ。見知り置きを頼むよ。以後会うかどうかは分からないけれどね。好きなものは特に思い当たらないな。うむ、そうなのか？それはいいな。好きなものが思いつかないということは、これから何かを好きになれるということだ。そうだろ？そうなのかな。ま、そういうことにしておいた方が素敵かもしれないね。うむ、差し当たっては私の好きなきなこパンを食べさせてやろう。好きになるかもしれないぞ。これから時間はあるか？いや、自分は。やれやれ、叶わないな。まあいいだろう。それも願いのうちということにしておくよ。願い？きなこパンは格別なのだ。さあ、レン、食べるといい。シドウと折り紙もだ。うん、これがきなこパンか。あっ、どうだ、レン、おいしいだろ？うん、そうだね。香ばしい風味にふんわりとした食感。きっと美味しいと言って差し支えないのだろうね。そうか、好きなものになりそうか。それはどうだろうな。まあそうか。甘い。なん？きなこパンは甘いものだぞ。そういう意味ではない。確かにこのきなこパンは美味。トウカが自慢したくなるのもわかるでき。そうだろう、そうだろう。でもまだ一味足りない。ちょっとしたアレンジで大変身を遂げる可能性を秘めている。なんと、それはどうすればいいのだ？簡単。シド、このきなこパンを一口かじってみて。完成。これが至高の一品、シドの食べかけきなこパン。本当にそれで美味しくなったのか？こっくり。美味しいきなこパンならレンの好きなものになるかと思ったのだが。ああ、勘違いをしないでくれ、トウカ。これはこちらの問題だ。好物という感覚が今一つわからなくてね。安心してくれ。
どうかのくれたこのパンが悪いわけではないんだ。そうか、まあ人にはそれぞれ好みがあるからな。いつかレンにも好きなものが見つかるといいな。またいつでも付き合うぞレン。今度は別の美味しいものを持ってくるのだ。私たちは先に失礼する。うむ。また。なんともまあ嵐のような二人組だったね。困るな。自分はただ指導の願いを叶えているに過ぎない。言ったはずだよ、あなたの期待する結果になるとは限らないと。ただまあ賑やかな子たちだというのは理解できたよ。誰もいないもんだからてっきり待ちぼうけしてる私を近くで観察しながら笑ってるもんだと思ってたわ。いえそんな、何かあったなら仕方ないです。それよりその女の人は、まさか事情ってナンパ？マジでいつの間に封印したのよ。目にも止まらぬキスマネ。レンダ、よろしく頼むよ。はい、私は吉野です。指導さんにお世話になってます。そしてこっちが全世界が待っていたウサギ界のファンタジスタことヨシノンだよ。気軽にスーパーラビットヨシノンカッカって呼んでね。私の番？私は夏美。じゃあそういうことで。どこ行くんですか夏美さん。いや、自己紹介終わったし、もういいかなって。そんな、せっかくですし、もっとお話ししましょう。私、夏美さんがいないと寂しいです。わかった。おやおや、もしや嫌われてしまったかな。いえ、そんなことありません。私も夏美さんも初対面の人と話すのにちょっぴり緊張しちゃうだけで。正直何話せばいいのか分かんないし。うん、気にすることはないさ。自分も似たようなものだ。そう。
つみさん、大丈夫ですか？いや、なんか見られてたから。まあ、みんなシャイなんだから。しょうがないな、ここはヨシノンとシドウくんのトークで盛り上げるしかないね。質問か。そうだな。ではヨシノン、あなたは人形なのかな？随分と軽快に喋っているが。おっと、恐れを知らないベイビーだね。それはトップシークレットなのさね、ヨシノン。ヨシノンは友達です。そういうこと。女は秘密を着飾って美しくなるのよ。そういうレンちゃんはその包帯どうしたの？怪我？ん？ああ、いやこれはそうだな、トップシークレットということにしておこうか。こいつは一本取られた。まさに秘密を着飾ってるね。どんどん女ぶりが上がってるよ。綺麗だと思います。やっぱいい女は秘密の一つや二つ持ってないとね。さてさて、夏美ちゃんはどんな秘密を持ってるのかな？私、そりゃまあ腐るほどあるけど、いや、なんだか思い起こしてみるとしょっぽい秘密しかないっていうか、そもそも秘密にするような価値の情報じゃなかったっていうか。秘密など何に越したことはないと思うけれどね。まあそうなのかもしれないけど、私、人より嘘ついたりごまかしたりすること多いくせに、そういうかっこいい秘密はないのか。ああ、だから魅力ないのか。着飾ってないもんね、秘密。全裸ですみません。深い中って秘密の共有から始まるって言うしね。だから私一人だったんだ。そうですよ、夏美さんは正直者なんです。それに今は一人じゃありません。ヨシノ。そうそう、ヨシノもいるよ。シドウくんもいるし、ほらほら、レンちゃんも。え、ああ、自分もいる。で、いいのかな？何この流れ、なんだかこっぱずかしいんですけど。まあでも、うん、ありがとう。私も人に話せる秘密作れるように頑張るわ。言葉のあやってやつよ。早速秘密作ってくるわ。具体的には秘密基地的なやつを。じゃあ私もお手伝いします。秘密を作りに行くだなんて、夏美ちゃんも大胆だな。ヨシノンが見届けてあげるからね。ああ、いい子たちなのだろうね。少しの間の会話でもそれは理解できたよ。彼女らに合わせて行ってみただけさ。精霊か、我らが同胞にふさわしいか、
病が見極めてやろうではないか。解説。かぐやは新しい仲間にワクワクが止まらないと言っています。こんな口ぶりですが歓迎しているので誤解なきよう。ちょ、やめてくんない？こういうのは最初が肝心なんだから。まあまあいいじゃないですか、可愛い女の子は大歓迎ですよ。ダーリンたらいつの間に仲良くなったんですか？ああ、はじめまして。自分はレンだ。病姉妹とミクだね。シドウにいろいろと話は聞いているよ。ほう、一体どんな話を聞いたというのだ？さぞ壮大なる英雄譚であろうな。いや、さすがにあんな話を本人に聞かせるのは忍びないな。忘れてくれ。って一体何話したんだし！これは失礼。そういう約束だったね。疑惑、指導。レンさんに何を話したんですか、ダーリン？挨拶。まあその件については後で問い詰めましょう。病譲るです。よろしくお願いします。そしてこちらは病の譲るじゃない方、かぐやです。誰がじゃない方よ、バリバリメインだし。もう病かぐやである。我が尊き名をその心にしかと刻むがよい。かぐやと譲るか。なるほど、本当に瓜二つだね。どう見分ければいいのかな。解説。目に知性の光が宿っている方が譲るです。何を勝手なこと言っとんじゃこら。なるほど、騒がしい方がかぐやだね。それじゃあ最後は私ですね。いざよいミクです。ぜひぜひ仲良くしてください。差し当たってはレンさんのことが詳しく知りたいです。ご趣味は、好きな食べ物は、休みの日は何を、好きな女の子のタイプは。ああ、いや参ったな。好きなものや趣味はこれと言ってない。この手の質問は何を話していいか困るな。話すことなんかで悩む必要ありませんよ。言葉に困った時は触れ合えばいいんです。ボディーランゲージです。ちなみにレンさん、友達同士のスキンシップで許される範囲はどこまでとお考えですか？ハグ OK？ ほっぺにチューはセーフですか？戦慄。相変わらずミクはアクセルの踏み方が大胆です。うん、でも私も気になるとこあるんだけど、ちょっとだけ触っていい？恐怖。いつの間にかぐやまでミクの思考に染められていたのですか。いや、そういうんじゃないし。ただちょっとこれ何かな？ほうほう、包帯だけでも完成されているように見えるが、その上鎖を巻き肌を露出させる大胆さ。なるほど、やるな。包帯、包帯か。やっぱりちょっと私たちの霊装について相談があるんだけど、せっかく二人いるんだし、それぞれ右目と左目を隠す感じで。苦言。
ユズルを巻き込まないでください。そういうのは私服でどうぞ。こういうのは左右ついであるからいいじゃん。なんでもいいけれど、あまり触らないでくれるかな。もしかしてレンさん怪我してるんですか。いや、それは大変です。私が入念に撫でてあげますね。痛いの痛いの、飛んでけ。別に怪我をしているわけではないよ。気遣いは無用だ。はあ、よかった。怪我してるわけじゃないんですね。まあそれはそれとして、二の腕と太ももは撫でさせていただきますね。すまないが、誰か彼女の言葉を解説してはくれないか。支離滅裂すぎて意味がわからない。霊槍とは蓮の本質、つまり心の形がそうなっておるということだろう。くぅ、かっこいいな包帯霊槍。絶対終盤で高速解除とかするんだろうな。こちらはこちらで人の話を聞いていないね。謝罪。うちのかぐやがすみません。しかしすごい食いつき方です。お土産売り場で竜の巻きついた剣のキーホルダーを見ていた時と同じ目をしています。新しい精霊に先輩がみんなこんなだと思われては困ります。あ、もうちょっとだけ。キャー、ゆずるさんのいけず。でも無理やり引っ張られるのもこれはこれで。退散。ではゆずるたちはこれで失礼します。追記で、かぐやとミクはこんなですが、心からあなたを歓迎していますよ。それだけは分かってあげてください。ああ、それは痛いほどに感じたよ。安堵。そうですか。では。精霊たちだったね。シドの目が節穴であるということだけは分かったよ。どうやらみんなと無事に話せたみたいね。ええ、連絡ありがとう。シド、その子が霊の精霊。なるほど、確かに一癖ありそうな精霊ね。おや、初対面だというのに随分なご挨拶だね。褒めてるのよ。そもそも一癖もなかった精霊なんて今まで一人もいないしね。挨拶が遅れたわね。私は五日小鳥、精霊を保護する組織ラタトスクの司令よ。困ったことがあったら何でも言ってちょうだい。レンだ。差し当たってかぐやとミクが体をペタペタ触ってくるのに困っている。そう、一応言っておくわ。無駄かもしれないけど。
そのようだね。まあ一番の変わり者はあなただと思うが。ああ、あらゆる願いを叶えようと言っているのにこのようなことを願うだなんて自分には理解できないよ。これが本当に無限の富や永遠の命に勝る願いだというのかい？やはり変わり者のようだ。まあそれは否定しないわ。変人は自分が変人だと思っていないものでしょ。さてね、言ったはずだよ。自分は指導の願いに従っただけだ。そこから先は期待しないでほしい。そう見えたのなら、そう思っていればいいさ。あなたの感性を否定はしない。それよりこれで精霊は全員かな。ならばあなたの一つ目の願いは達成されたということになるが。あらあら、悲しいですわね。私のことをお忘れになるだなんて。ごきげんよう、シドウさん、小鳥さん、そして見知らぬ精霊さん。なんでこんなところに。そう構えないでくださいまし。今ここでことを構える気はありませんわ。今日はただ挨拶に伺っただけでしてよ。レンさんとおっしゃいましたかしら。ああ、自分はレン、しがない精霊の端くれさ。ご謙遜なさらずとも、あなたの美味しそうな匂いは十分に感じられましてよ。私は時崎くるみ、シドウさん、小鳥さんとは大の仲良しですわ。あなたね。あら、何か問題でもございまして？別に、そんなに仲良しなら早いところ霊力を封印させてほしいものだけど。私、小鳥さんたちのようにちょろくはありませんもの。誰がちょろいんじゃ。私が捕まえられまして。なるほど、確かに仲がいいようだね。とにかくこれで全員か。ならば一つ目の願いは完遂されたと考えていいね。レンの目が。あらあら、これはこれは。ではこれにて自分は失礼するよ。また会おう、シド。逃げるように消えてしまわれましたわね。まあまた会おうって言ってたし、また機会はあるでしょう。いえ、なんとなくですけれど、レンさんの雰囲気が昔の知り合いと似ていた気がしたもので。私の生涯の中で最も抱きすべき最悪の女でしたわ。
まあ、ただなんとなくそう思っただけでしてよ。ご安心くださいまし。霊力を好き嫌いはいたしませんわ。それでは用も済ませたことですし、これでおいともいたしますわ。ごきげんよう、シドウさん、小鳥さん。まったく、本当に神出鬼没ね。さて、では反省会といきましょうか。計らずも願いを一つ叶えてしまったみたいだけれど。別に責めてはいないわよ。むしろイレギュラーな事態によく対応してくれたわ。それで実際のところどうだったの？レンには本当に願いを叶える力があったのかしら？なるほど。確かに私もシドウに呼ばれた認識があったわ。あれはレンの力によって生じたものだったわけね。うんうん、確かに不思議な力だけど、本当に何でも願いが叶えられるかはまだわからないわね。それくらいのこと精霊ならできても不思議じゃないし、もっと普通ならありえないことを願っていたならはっきりしていたのかもしれないけれど。でもあなたらしい願いでよかったと思うわよ。この前も言った通り、大きなリターンには大きなリスクがつきまとうものだし、何より蓮の能力を知るっていうのは目的じゃなくて蓮を出れさせるための手段だもの。確かに何か意味がありそうね。一つ目の願いを叶えたから解放されたのか、それとも多少なりともこちらに心を開いてくれたのか。だったら分かりやすくていいんだけどね。まだ材料が少なすぎて何とも言えないわ。とにかくあと二つ願いが残っている以上、レンはまた指導の前に姿を現す可能性が高いわ。そしてレンはこちらで協議した願いではなく指導の願いを求めている。レンが外部からの干渉を嫌う以上、今回は通信機を使うのも危険そうね。バレた時のリスクが大きすぎるわ。何もできないのは口惜しいけど、ここはあなたに任せるしかないわね。自分の意識が芽生えた時、目の前には一人の少女の姿があった。ゾッとするほどに美しい面をおびただしい涙で濡らし、絶え間ない慟哭を響かせていた。彼女から感じられるのは深い深い悲しみと身を焦がすほどの強い憎悪。ああ、それを感じた瞬間、自分は半ば自動的に理解してしまった。自分は彼女の強い憎悪から生まれたのだと。あまりに強い力をその身に宿す彼女は、己でも抑えようのない強い憎悪を覚えたことにより、己の分身とも言うべき存在を生み出してしまったのだ。泣き続けていた少女は何かを思いついたように顔を上げた。そしてそこでようやく自分の存在に気づいたのだろう。驚いたように目を丸くした。少女はしばしの間逡巡していたが、やがて意を決したように
自分の方に手をかざしてきた。瞬間、自分は体の自由を奪われた。なぜ？と声を発する間もなく、一切の身動きが取れなくなった。けれど、少女の意図は理解することができた。なぜならこの身は少女の分身。その意志は驚くほどすんなり頭に染み入ってきた。彼女の心にあったのは恐れ。己の憎悪から生まれてしまった悪逆の存在を捨ておくことができなかったのだ。もしかしたらその存在は遠い未来、己の大切な何かを傷つけてしまうやもしれなかったから。ああ、けれど少女よ、我が母よ、あなたの理不尽な仕打ちをこの身が忘れることはない。この身は確かに生まれながらの悪性、けれどそれが真の悪となるのはあなたの所業があったからなのです。あなたが悪と呼ぶのなら自分は悪となりましょう。あなたが邪と呼ぶのなら自分は邪となりましょう。なればこそいずれ彼に降りかかるやもしれない災禍は全てあなたが招いたことなのです。あなたの分身でありながらこのような考えに至ってしまうこと自体があなたが自分を封印した理由なのかもしれないけれど、卵が先か鶏が先か答えは誰も知りません。けれど一つ確かなことは、今はそのどちらもが存在しているということです。まどろむような意識の中、自分は心の中に何かが芽生えるのを感じました。それは願いです。渇望にも似た強い思いです。自分は強く願いました。心の中に芽生えた何かを望みました。ああどうかこの願いが叶いますように。おや、今日は随分と早いね。おやおや、元気のいいことだ。何かいいことでもあったのかな？ああ、そういうことか。それはすまなかったね。どうせ実在を知られているなら、こちらの方が話は早いと思ってね。こちらの話だ。それよりもここに来たということは二つ目の願いが決まったのだろう。おや、何の質問かな。別に特に何もしてはいないね。間違ってはいないよ。人間でいうとこの眠っているような状態に近い。こちらの世界に現れる時をただうつろに待ち続ける。興味ないな。今の自分の存在意義は指導の願いを叶えることだけだ。だからさあ、指導の願いを教えておくれ。学校？それはまた
意味のわからない願いだな。あなたの望みは本当にどしがたい。まさか自分が願いを拒むことなどありえない。それがあなたの望みなら自分は叶えるだけだ。ふむ、そのようだ。どうやら学校に通うための準備が整えられたようだ。別に自分に興味はないが、まあ、あなたがそう言うのならば悪くないということにしておこう。それでこれからどうするのかな。突然何を。あ、なんとも慌ただしいことだね。学校というのは毎朝こうなのかい。ならば寝坊をしなければいいのでは。よーいつか、それにトーカちゃん。ん？イメチェンにしては変わりすぎな気が。さてはトーカちゃんじゃないな。ゲッてなんだゲッて、傷ついちゃうぞ。こちとらナイーブな思春期高校生だぞ。傷口に塩を塗り込んでいくって、そんなのどうでもいいんだよ。それより誰だよその子、紹介しろよ。あまりの可愛さにトーカちゃんと間違えるとこだったぜ。自分はレンだ。おはよう、トノマチ。レン、レン、ああ、もしかして最近ずっと休んでたクラスメートのレンちゃんか。なんでいつかと一緒に登校してきたんだ。こら、いつか、せっかくレンちゃんと話してるのに邪魔するな。レンちゃんが挨拶してくれたんだぞ、他ならぬこの俺に。なんたる王侯貴族の発言。今お前は世の男子高校生たちを敵に回したぞ。お前にとっちゃなんてことない会話でも、こっちにとっては砂漠で恵まれた一滴の水なんだよ。民よ、立ち上がれ。圧政者を公主台に送るのだ。ん？挨拶をしたらまずかったのかな。すまないね、慣れていないものだから。レンちゃん、まずいなんてことはないさ。それよりその、おはよう。ああ、おはよう。よければ俺が教室まで案内するぜ。実は俺この学校に1年以上通ってるから詳しいんだ。せっかくだけれど、いつか指導がいるから大丈夫だよ。今日は彼と一緒に行く約束をしていてね。ガハハン！でもほら、レンちゃんの休んでた間のエピソードとかあるよ。聞きたくない？悪いが、あまり興味ないな。またしても俺の前に立ちはだかるのか、いつか。レンちゃんまでも俺から奪うのか。
貴様のような奴がいるから戦争はなくならないんだ。今日のところは諦めてやる。だがたとえ俺がここで諦めても第2第3の俺が現れてレンちゃんに学校を案内するだろう。たとえ俺がここで諦めても明日明後日の俺が現れてレンちゃんに学校を案内するだろう。とにかく俺は諦めないからな。分かっているよ。彼と話している時の指導は楽しそうだったしね。ああ、変わり者であることは確かなようだ。ルイは友を呼ぶというのはこのことかな。では行くとしようか。ちょっと待て、どこ行こうってのよ、いつかくん。逃げようったってそうはいかないわよ。説明責任を果たしてもらうからね。とぼけても無駄よ、ネタは上がってるんだから。ついさっき証人が証言してくれたわ。ほら、トナマチ君、しっかり。プルプル、いつかが、いつかがまた別の女の子を連れてよしよし、辛かったわね。トノマチ君の勇気ある告発は無駄にしないわよ。ほら、温かい毛布とスープよ。あったかい。とにかく事情を説明してもらうわよ。ずっと休んでたレンちゃんがどうして五日くんと仲むずましく投稿してくるわけ。まさか休んでいたのにも何か関わりが。レンだ、久しぶりということになるのかな。よろしく頼むよ。あ、うん、よろしく。って、どうしたのその包帯。まさか5日間殴った後急に優しくなる DV 彼氏。騙されちゃダメだレンちゃん。優しい男はそもそも殴らない。この包帯は怪我の類ではないよ。指導と一緒に登校したのも指導の願いで学校に来たからだ。心配は無用さ。え、そうなの。いつかくんの願いで学校に。謎は深まるばかりだぜ。つまりいつかくんが休学中だったレンちゃんに中二ファッションをさせて学校に無理やり連れてきたってこと。マジしくわって。何この懐かしい響き。この言葉昔言ったことがあるのな。うん、これまた賑やかな3人だね。なるほど、それは信用できそうだ。なーに、こそこそ喋ってんのよ。もしかして私たちの悪評をレンちゃんに。
あることないことペラペラと。いや、そんなことはないよ。信用に足る相手だと紹介を受けたところさ。え、そうなの？ああ、それともう少し可愛げがあれば俺のハーレムに入れてやってもいいんだけどな、とも。ほほー、ずいぶんな言い草ですな。世の中の女の子が全員自分に惚れてると思ってないと出てこない発想よね。いつか死すべし慈悲はない。すまない、冗談だ。ともあれ、よろしく頼むよ。まだわからないことが多いものでね。冗談か？本当に冗談か？まあいいや、レンちゃんの言葉だ、信じよう。レンちゃん、今度遊ぼうね。うん、女の子同士の方が話しやすいこともあるし、私たちには何でも言ってね。いつかくんに嫌がらせを受けたらすぐに飛んでいくからね。彼女らも指導のガールフレンドか。3人が連続で話すからか、言葉を挟むタイミングが難しいね。違ったかな。いつも精霊たちに囲まれているのに今更かい。ふむ、それが人間関係というものか。なるほど。ま、自分には関係ないが。うむ、自分が指導のガールフレンド？特別に良い仲だと？そうか、なるほど。ふん、聞いたのだが、ずいぶんと遅かったではないか。そうなのか？と、お？そこにいるのはレンではないか。レンも学校へ来たのか？も？しかしそういえば、レンは元からこのクラスにいたような気もするぞ。どうだっただろうか。まあいいじゃないか。とにかくよろしく頼むよ、トウカ。あ、うむ、そうだな、さまつなことだ。呼んだ？いきなりではない。指導が教室に入ってからずっと後ろにいた。ごめんなさい、足音を殺すのが癖になっている。まあいいやで済ませるあたり、あなたも大概慣れているようだね。これは失敬。改めてよろしく頼むよ、折り紙。よろしく。学校ではわからぬことも多いだろう。何かあったら遠慮なく言ってくれ。指導の情報が知りたければ私に言って、条件次第で提供してもいい。安心して、ちゃんと情報にはランクをつけている。トップシークレットに位置する情報は開示しない。知っているのは私と小鳥とレイネくらい。なるほど。あまり興味はなかったが、学校というのは存外楽しそうな場所じゃないか。
からしてここがこうなってこうなってこうなわけですね。先生、もうちょっと固有名詞使ってください。バッカ殿町くん、たまちゃんだってそろそろ単語がスムーズに出てこなくなってきてるんだから。あ、すみません、なんでもないです。誰が年ですか、誰が。まだ先生20代ですよ。なんだか私の教師センサーにビビッと反応がありましたよ。もしかして分かりづらいところがありましたか？あ、そっか、説明が足りませんでしたね。であるからしてというのは何々なので何々だからって言葉です。教師ぐらいしか使いませんし、わかりづらいですよね。でも、やっぱり先生になったからには使いたいじゃないですか。で、あるからして。なので、皆さんちゃんと理解してくださいね。それでは今日はここまでです。わからなかったところがある人は質問に来てくださいね。もうなかなか難しかったな。これはレンも困っているだろう。ここは私が教えてやらねばな。授業はどうだった？何かわからないことがあったなら私が教えてやろう。そうか、それなら先ほど先生が言っていた意味を教えてもらえるかな。言われた通り黒板に書かれた文字や図を写してある。これらにはどういう意味があるんだい？これはな、これがこうであるからしてこうなるのだ。わかったか？どうか、さすがにそれではわかりづらい。そうか、そういえば先生専用の言葉だと言っていたな。やはり私が使いこなすには早かったか。ああ、いや、この問題に対する答えや解説は不要だ。理解はできている。ん？そうなのか？では、何がわからないの？ああ、そもそもなぜここにいる生徒たちはこれを学び、覚えようとしているんだい？この知識を得ることによって
何のメリットがあるのかな。これだけの人数が集まっているということは何らかの明確な意味があるのだろう。確かに今の授業で得た知識が直接今後の人生で役立つかどうかはわからない。それは他の授業もしかり。そうだろう。ならばなぜこんなことを。でも勉学の積み重ねは理論的な思考を養い、知識の蓄積は新たな発想の土壌となる。いつか目標ややりたいことが見つかったとき、それをなす手段は多い方がいい。うん、なるほど。腑に落ちた気がするよ。そうだね。願いというのは普通叶わないものだ。それを覆すためには努力が必要ということか。うむ、なるほど、そういう意味があったのだな。あまり考えたことがなかったぞ。ふむ、ではトウカはなぜ勉強しているのかな。まあそうだな、強いて言うなら楽しいからではないのか。楽しい。うむ、確かに難しい授業もいっぱいあるのだが、新しいことを覚えるのはすごく楽しいぞ。かつて一人であった頃には考えられない。私は今というこの時が楽しくて仕方ないのだ。だから願いを叶えるために勉強するというより、私の場合は願いが叶って今があるのだ。なるほど、それも興味深いね。そうか、願いというのはその時自覚しているとは限らないものなのかもしれないな。願いが叶った後か。なぜだろうな。願いの後も人生は続くのに、不思議とそれを考えたことがなかったよ。ああいや、なんでもないさ。それより、よければどうか、自分が説明しよう。これはね。おお、なるほど、そういう意味だったのか。レンはすごいな。わかることがあったら何でも教えてくれ。なぜトウカが教わる側に回っているの。さてどうしようかな。あなたが己の願いを叶えるだけの力をつけてしまったら、三つ目の願いを使ってくれなくなってしまいそうだ。おう、昼食会？一体何を食べるのかな？ああ、任せるよ。うむ、依存ない。指導の弁当は至極の一品だが、毎日作っていたのでは疲れてしまうだろうからな。指導がお弁当を作っていないことを察知したので、今日は私も用意していない。微弱な電波を発する乙女の勘。ああ、行くとしようか。ほう、これはまたすごい人だ。なんと、いつも弁当だったからこうも混んでいるとは知らなかったぞ。
いざという時は言って何とかする。悩める眷属の前に病降臨である。発見、学食に来るとは珍しいですね。彼女はすでに閉店した。今宵の病は新たな戦場を求めている。解説、いつも買い物勝負をしている購買四天王が休みだったため、今日はこちらに来てみたのです。よかろう。眷属に我が領地を割譲する。見事収めてみせるがよい。確認、指導に、当家に、マスター折り紙、おや、それに蓮ですか。蓮も学校に来ていたのですね。ああ、嵐の双子もこの学校に通っていたのか。その説はどう思う？また世話になるよ。礼を尽くすその姿勢、嫌いではないぞ。だが席を提供するのには条件がある。条件？趣向、ユズルたちがランチセットを買ってくる間、席を取っていてほしいのです。よし、決まり。じゃあユズル、計6人だから1人3つずつの上級コースで行くからね。応戦、望むところです。では待っていてください。みんな、おすすめランチセットでいいですか？待っておるがよい。解説、これはユズルとかぐやの勝負なのです。不安定なトレイを持った状態でどちらが早く席に戻ってこれるかの。心配は無用。我には寮の手とこの頭がある。趣向、これは頭を使った戦いなのです。頭脳戦なのです。言われるまでもない。説明、今日は互いの妨害はなしのルールなので多分問題ないでしょう。開墾、以前食堂のおばちゃんにこっぴどく叱られてから亡くなりました。おばちゃんにあんな怒られたの初めてだった。無駄話はここまでだ。行くぞユズル、いざ尋常に。こう勝負です。昨日も思ったが、彼女らはなんというか全力で生きているね。ふむ、かぐやとゆずるはいつも勝負をしているな。互いに高め合っているのだ。彼女らの場合は極端だけれど、競い合う相手がいるというのは悪いことではない。同年代の人間を集める学校というシステムにはそういう側面もある。なるほど、学校は勝負の場でもあるのだね。へいおばち、今日のおすすめランチ3人前到着。静粛かつ迅速にあなたにお届け、病便です。譲る。だが我の方がコンマ1秒ほど早かったと見た。否定、病、節穴、かぐやの目など当てになりません。譲るの方が
わずかに早かったです。変なミドルネームつけないでくれる？見たところ全く同時の到着のようだったかね。引き分けか。無念ですが仕方ありません。二回戦に移行するとしましょう。ふん、望むところよ。あ、ごめんごめん、全部同じだから好きなの取って。おお、今日のおすすめランチはエビフライか。美味しそうだな。いただきます。かけておかずスティール。ゆずるのエビフライ打ち取ったり。美少、勝ち誇るのは自分の皿を見てからにしてはいかがですか。あ、いつの間にか私のエビフライが。くっそー、また引き分けか。吐息、そのようですね。共に最速を誇る病、このままでは勝負がつきません。となれば美少、弱肉強食です。おとなしくゆずるのスコアになってもらいます。なるほどな。では我も今再びのおかずスティール。何のつもりかな、私から食事を奪おうとは。くっ、やるではないか、レン。賞賛。かぐやの動きについていくとは、やりますね。ふん、それほどでもないさ。ん？何もぐもぐやって。って、私のエビフライが一本なくなってるし。なるほど。サクサクした衣とプリプリのエビが合わさってなかなか悪くない。いや、何優雅に食レポしてんだし、私のエビフライ返しなさいよ。何のことかわからないな。さて、次はタルタルソースでいただいてみようか。ナチュラルに私の皿に箸伸ばすな。もう容赦しないし。風の病の本領見るがよい。何吉田、今この不届き者に報いは。ういな、何もしてないし、おとなしくご飯食べてるだけだし。そうだね、食事中に騒がしくするのはなんだ、望ましくない。うん、そうだね、悪くはない。ただこれは個人的な感想になるが、指導はいつも弁当を作っているのだろう。そちらも少し食べてみたかったと思わなくもない。ああ、うん、楽しみにしているよ。その機会があればの話だが。どうと言われてもね、自分はあくまであなたの願いで学校にいたに過ぎない。言ったはずだよ、願いの結果自分がどんな反応をするかは保証できないとね。どちらかというとタルタルソース派だ。多くの人間が同じ場所に集まり、願いを叶えるために競い協力している。面白いとは思ったよ。
自分には関係ないがね。まあそういう考えもあるのかもしれないね。しかし精霊が学校に馴染んでいたのは意外だったな。精霊などわがままで自由気ままなものだろう。ああ、これで二つ目の願いは叶った。残りは一つだ。最後の願い、一体あなたが何を願うのか、楽しみにしているよ。何かな？約束はできない。だが考えておこう。なるほどね。話を聞く限り反応は良好そうね。こっちでのモニタリングでもこれといって問題は発見されなかったわ。なぜかレーネが数値を見ながら不思議そうに首をひねることが多かったけど。ああいえ、別に異常があったってわけじゃないみたい。自分でも何が不思議なのかわからないって言ってたわ。問題は明日ね。最後の願いを叶えた後に何が起こるのか、それはまだ分かっていないわ。警戒だけは怠らないようにしてちょうだい。言ってるそばから警戒解いてるじゃないの。仮に年にこちらを害する気がないとしても、あと一つの願いで蓮を出れさせなきゃならないっていうのは変わらないのよ。全ての願いを叶えた瞬間、煙のように消えてもうコンタクトできなくなる可能性だってあるんだから。何が起こるかわからないってのはそういうことよ。とにかく明日が正念場よ。寝不足にならないようきちんと寝ておきなさい。世界の狭間に封じられてからどれだけの時が経っただろう。永劫に続くと思われた暗闇はある時突然終わりを迎えた。あるはずのないイレギュラー、起こるはずのないアクシデント。きっと我が母でさえこのような事態は想定していなかっただろう。世界そのものに歪みが生じたとしか思えない空間のきしみ。長い間封印されていた自分はようやく自由を取り戻した。最初に感じたのは歓喜。自由の身になったことも嬉しかった。闇から解放されたことも嬉しかったけれど、何より目的を果たせるのが嬉しかった。闇の中で育まれた悪星は知らず知らずのうちに大輪の花を咲かせていた。ようやくあの人を殺せる。ああけれどダメだ、焦ってはダメだ。あの人のそばにはきっとあの少女がいる。自分を生み出した母なる精霊がいる。だから毒の天使よ、我が願いを叶えておくれ。
自分が何をしようと何をなそうと我が母には感知できぬようにしておくれ。それこそが自分の願い、自分の二つ目の、あれ、二つ目の願い、それは確かだけれど、おかしいな。どうも思い出せない。一つ目の願いはなんだっけ。やあシド、最後の願いは決まったかい？おお、これは意外だ。てっきり今までのように迷っていると思っていたよ。そうかい、ならば余計な会話は不要だね。さあシドの願いを教えておくれ。いかな不条理理不尽だろうと、自分がすべて叶えてみせよう。ふん、それが最後の願いということでいいのかな。最後まで不思議な願いをするものだね、あなたは。どうかしたかな。まさかこの後に及んでおじけづきでもしたかい。なんだって、一体何かなその願いは。自分を救いたい、真の意味で。あなたが何を言っているのかわからないな。まあ構わないさ。どんな荒唐無稽なものだろうと、願いには変わりない。自分の望みはあなたの願いを叶えることだからね。まあ支離滅裂な願いを叶えた結果何も起こらなかったとしても責任は負いかねるけどね。ではこれは、
それはこちらが聞きたいくらいだね。これはこれはひどい顔だね、シド。まるで狐にでもつままれたかのようだ。おや、もしやもう忘れてしまったかな。この世界ではあなたはそういうキャストか。ああ、それはよかった。せっかく見つけた道しるべがただの人形だったなら、さすがに自分も途方に暮れてしまうところだった。その問いはイエスでありノーだ。確かにこの空間はサマエルの権能によって形作られたものだろう。けれどそれはあくまであなたの願いを叶えたことによるものだ。自分がその一切を把握しているわけではないよ。そう、その口頭無形で意味不明な願いだ。この不可解な現象、サシモのサマエルも戸惑ったと見える。いや違うな。確かにこれはあなたの願いによるものだが、それだけではない。何者かの意志が介在すると言っているのさ。一体誰がサマエルに干渉した？一体誰があなたにあのようなことを願わせた？ああそうだろうね、それには違いない。では問い方を変えよう。あなたは一体どうしてその願いにたどり着いた？その顔、思い当たる節があるようだね。まあね、願いは願いだ。確かに予想外の事態ではあるけれど、自分はそれに従おう。けれど前にも言った通り、その結果がどうなるかまでは保証できかねるよ。救済など自分は求めていないのだから。怖いね。一体何をするつもりやら。は？ああ、まあそうだね。まったくその通りだ。で、一体どこに向かっているのかな、シド。ただ目的もなく歩いているというわけではないだろう。本気で言っているのかな。なるほどね、それは確かに合理的な行動と言える。お、一体何かな。自分に教えられることなどないさ。あなたが持つ情報とさして変わりはない。まあ時間を潰すにはちょうどいいだろうね。展望台に着くまではいくつか質問に答えようか。さてね。思い当たらないな。それもわからないな。答えようのない質問をする方にも問題があると思うけれどね。と、ここが九段の公園というやつかな。意外と近かったね。到着したのなら
世間話は終わりだね。やれやれ、何かな。ないさ。人の願いを叶える以外の存在意義など自分にありはしないからね。本当に？誰だい？一体姿を現したまえ。これは本当はあるんじゃないかな。あなたの望みが、あなただけの願いが。あるよ、私には。あなたはただ忘れてしまっているだけ。どう答えればいいのかはちょっと悩んじゃうんだけど、私はあなたの知っているファントムじゃないと思う。その神リンネ、それが私の名前だから。その神リンネ、あなたを形作る霊力、そしてその口ぶり。ああ、そうか、そういうことか。サマエルに干渉できるものなどあの女以外に存在するはずがないと思っていたが、なんとまあ悪辣なことだ。さすがにこれは自分も想像していなかった。よもやこのような開口の仕方をしようとは。経験から察するのも重要なことなんてね。うん、久しぶり、シド。なるほど、あなたたちは五日指導の中にいたのか。まあ端的に言うとそういうこと。間違ってはないかな。まったく、君がいると舞台は想定外のアクシデントだらけだね。とりあえずだけど、改めまして、その神リンネです。よろしくね、シド。つまりこの不可解な空間はあなたたちの仕業というわけだ。ようやく腑に落ちたよ。正確に言うと少し違うわ。ここはあくまで指導の願いが作り出した世界。そう、私たちはあくまでその願いを叶えるための補助装置、いわば副産物に過ぎないわ。ふん、過ぎた謙遜は嫌味だよ。あなたたちでなければこのような芸当は不可能だろう。とにかくここは指導の願いの世界。きっと蓮さんを救えるはずだよ。頑張って、指導。はあ、見てられないわね。いつまで忘れてるつもり？ここは
サマエルによって作られた願いの世界。ここでなら、あんたは思い出せるはずよ。えい。してばっかりだもんね、私たち。そう、ならよかった。別に大したことはしてないけど。なんとも。まあ、やはり大涙頂戴の悲劇は性に合わないね。無粋ね。せっかくの再会に水を差すものじゃないわ。おっと、これは失礼。道家の性分というやつさ。しかし理解した。これがこたびの舞台か。ひどくいびつなものだ。よもや自分までもが囚われるとはね。この世界から出るためには指導の願いを叶えるしかないというわけか。理解が早くて助かるわ。願いのかけらを探して。うん、ここはサマエルの剣能を用いて作られた世界。町の至る所にかけらが散らばっている。それはレンさんが自分の力を少しずつ切り分けて叶えてきた願いのかけら。それをすべて集められたら、レンさんが抱いていた最初の願いが思い出せるはず。そう。そこまでは責任持てないわ。すべてが終わった後、レンが救われているかどうかはわからない。でも、それしか手がないことは確かよ。じゃあ、私たちは一旦退散するわ。あとはよろしく。頑張ってね、シド。やれやれ、難儀なことだ。だがまあ、冥界なのは嫌いではないよ。要は、最初の願いとやらを思い出しても、自分がほだされなければいいというわけだ。なんとまあ、随分と生き生きした顔をして。彼女たちと会えたことがそんなに嬉しかったのかな。おやおや、これはこれは。おや。なかなかにめめしい行動だね。さて、自分に心を読む力などないけれどね。これは願いのかけら。自分を認識できていない。
シード。シード。なるほど。これは夏美の一つ目の願いか。自分を一人にしてくれと。ならば破る方法は。霊力を使うこと。簡単なことだね。ああ、いたよ。あなたが気づくことはなかったけれど。構わないさ。誰にも知られず、誰にも関わらず、一人なんて今までと変わりないことだ。そのようだね。ふむ、大きな力の痕跡というところかな。さてね、まあここで恐れていても先に進むことはなさそうだね。これはいささか面妖な。あ、いや、そうじゃなくて、強引に腕を引っ張られたから、てっきりもっとすごいこと要求されちゃうのかと思って、首輪をつけて監禁とか、メイドさんお仕置きごっことか。そうだよね。やだ、私ったら。そんなことは、いや本当に全くないんだ。そのようだね。正確に言うと、もう一人の折り紙の方だが。指導に恩返しがしたいというか、自分の欲求を満たしたいように感じたかな。それはどういう意味かな。自分はただ誰かの願いを叶えるだけ。いい加減に記憶してくれると嬉しいね。あの願いがもたらしたものの片鱗は理解できたつもりだよ。本当の意味で彼女を理解できるかは怪しいところだけれどね。指導はあれを知っているようだね。とても強い力の気配だ。あれが願いのかけらなのかな。今の自分があれと戦う？冗談はよしてくれ。現状では万に一つの勝機もない。まさかこれは願いの再現。起きろ！うわあ、ギャンだって骨董品だ。こんな光景に覚えはあるかな。そうだね、
それが五日小鳥の最初の願いだった。今この平穏はみんなが頑張って得たものよ。私は変わらぬ日常が過ごせればそれでいい。どこの誰とも知れないものに願うことなんてないわ。平穏な日常、この願いが自分にとって必要なものなのかは疑問だけれど、それはどういう意味かな。あれは半ば強制的に彼女のキャラクターをなぞらされていただけだ。どうやら願いのかけらの回収の際にはこういった現象が起こるようだ。先が思いやられるね。そう思う分には勝手だけれどね。戻ったね。とりあえず今はないと思うよ。まあまだ探索していない場所もあるから絶対とは言い切れないけれどね。お、それなりに疲労したかな。好きにするがいいさ。自分に構う必要はないよ。そこまで言うのならご相場に預かることにしよう。ただしこれでも自分は食事にはうるさい。心することだね。おかえりなさい。私にする、私にする、それとも私。えい。何するんですか、まゆりさん。あれ、壊れた時ってこうするんじゃなかった。私はテレビじゃありませんよ。ああ、お疲れ様。どうやら順調みたいね。まあ、反応としては当然よね。折り紙に小鳥。うん、理解した。自分たちが回収した願いのかけらの主たちか。そうみたいね。まあ私たちも今まゆりたちに事情を聞いただけで詳しいことまでは把握できてないんだけど、ただ意識を失う前の記憶はあるわね。あなたが全ての元凶ね。おや、元凶とは心外だね。少なくともこの世界を作ったのは自分の意思ではないよ。自分も早く出たいくらいだ。そもそもの問題はあなたが引き起こしてるんでしょうが。あ、リビングにいるよ。ソファーの端っこから動かなくて。あ、いや、なんか落ち着いて。逆に言うと他の場所は落ち着かなくて。なんか知らない人いるし。ないわよ、
そんな妖の気を放つギャル。いや、正確に言うと一度だけどこかで会ったことがあるような気もするけど、多分夢か気のせいか別世界の話だと思う。ええ、そろそろ帰ってくる頃だと思うわ。ただいま。あ、シド、おかえり。あれ、なんだかちぐはぐだね。もう、想像に二人の世界作んないでよ。おかえり、リンネお姉ちゃん。お飛びついてきたら危ないよ、小鳥ちゃん。ねえねえ、頼んでたものは？はい、ちゃんといつものキャンディー買ってきたよ。まあ、お店にも人はいないからお金を置いてきただけだけど。小鳥ちゃんも夏美ちゃんもご飯前だから一つずつね。はーい。私にも？うん、もちろん。あ、それとも別のものが良かった？いや、その、ありがとう。ずいぶん素直ね。リンネも初対面のはずなのに、私と何が違うのかしら。いや、なんていうか、リンネは話しやすいオーラがすごいっていうか、完全ローガード戦法っていうか。そっちはその、そこはかとないギャル感というか、触れるものみんな傷つける感がすごくて。なんだか納得いかない。能力的に言ったらリンネもバリバリの武闘派なのに。もうマユリちゃん。誰でも最初は初対面よ。改めてよろしく、夏美。よろしく。妖の気が、体が溶けていく。私はマユリ、ケルビエルの管理人格よ。特技は気配を消すこと。今は特殊な条件下だからこうして会話できているけど、基本霊力を持つ者以外誰にも感知されないわ。あれ、なぜか少しだけ親近感が湧いた気がする。あ、手伝うよ。おやおや、あっという間に大所帯になったものだね。別に好きでも嫌いでもないさ。舞台には適切な数の役者が上がるべきだとは思うけれどね。ほら、レーム、料理の邪魔をしちゃダメだぞ。こっちで一緒に遊ぼう。あまり服を引っ張らないでくれるかな。お兄さん、こちら。この…シド、どうかしたの？そうだね。シド？夏美の見送りついでにガールズトークしてくるって言ってたぞ。
了解。気持ちいいね。あれ、どうかした？本題は、まさか本当に世間話をするためだけに自分を連れ出したわけではないだろう。本題ってそんな、私は蓮さんの感想を聞きたいと思っただけだよ。感想実に無意な時間だったね。願いのかけらと言ったかな。あんなものを集めることに何の意味があるのやら。意味はあるよ。レンさんの最初の願いを知るためなんだから。最初の願いね。そのくだらない目的のために自分はあとどれだけ無意な時間を過ごさねばならないのかな。その割にレンさんも楽しんでるみたいだけど。そう見えるというだけさ。道化は笑顔の仮面をかぶっているものだろう。その真意にかかわらずね。何も目的が全てじゃないよ。そこに至る過程の方が幸せなことだってあるし、私がそれに気づけたのは全部終わった後だったけど。あなたの場合はそうだったのだろうさ。けれど悪役として生を受けた自分は幸せを感じる権利さえありはしない。自分とあなたは違うのだよ。無論自分の方が劣っているという意味だけれどね。そんな当然のことではないかな。いくら自分とあなたが姉妹のようなものとはいえね。ちゃんちゃん、パパ、誰だい？あ、シド、それにリオ。うん、お迎えに来たよ、ママ。おやおや。ずいぶん可愛らしい精霊もいたものだね。彼女もこの世界の補助者というわけだ。まったく、どこまでもどしがたい。あくまで便宜的な表現だよ。人間の関係性に照らし合わせるならそれが近いというだけさ。前よりもそれに等しい存在だ。ま、正当に役目を与えられた子らと自分のような望まれぬ意味語を同列に扱うのは彼女らに失礼かもしれないけれどね。そんなこと。慣れ合いは苦手でね。とはいえ安心したまえ。この世界から逃れたいのは嘘ではないからね。そこまでは不本意ながら協力するさ。行っちゃうの、レンおばちゃん。レンおばちゃん、
リオ、リオ。え、ママのお姉ちゃんじゃないの？あ、わかった。ごめんね、レイお姉ちゃん。いらぬ気遣いだよ。してあげて。